こんにちは、ナーチトラベルです。今回は久しぶりに JAL のステータスについてのお話になります。私が保持していた JGC プレミアが先月3月末に残念ながら終了してしまいましたので、そちらのお話なんですけれども、約1年3ヶ月の間いろいろ利用させてもらいました。特にファーストクラスラウンジの様子なども交えてご覧いただきたいと思っております。で、以前他の動画でもお話ししたんですけれども、私は2018年に JGC 修行をしまして、JGC につきましては後でまたご説明しますね。で、JGC 修行をしまして、無事に JGC に入会することができました。それでさらにもう少し頑張って JGC プレミアっていうステータスを得ることができたんですね。で、JGC に関しましてはいろいろな方が動画を作っていらっしゃると思いますので、そのワンランク上のJGC プレミアの情報を中心にお伝えしたいと思っております。私が航空会社のステータスを得たのはこれが初めてのことでして、全くの初心者です。で、視聴者様の中には長い間ステータスを保持していらっしゃってとても詳しい方がたくさんいらっしゃると思います。最近 JGC 修行やステータスがテレビの企画などで話題になっていまして、興味がある方も多いと思いますので、初心者の私から見た目線で分かりやすくお伝えしたいと思います。それでは今回の動画の流れをご説明します。 1.JGC と JGC 修行をサクッとおさらい。 2.JGC プレミアとそのメリット。 3.ファーストクラスラウンジの様子。国内海外いろいろ利用しましたので、実際の動画をご覧いただきたいと思います。 4.JGC プレミアで良かったこと。 5.地味に良かったこと。 6.アップグレードって本当にされるの？よく聞きますよね。上級会員になるとアップグレードされやすいってよく聞きますけれども、実際はどうだったのかお話ししたいと思います。そして7、最終的にどうだったの？こんな流れでご説明したいと思っております。それでは早速始めていきたいと思います。なお後ろに流れている動画なんですけれども、 JAL やワンワールドの飛行機を使って行った旅行先での動画になります。合わせてお楽しみください。まず1番、 JGC とはということで、 JGC は JAL グローバルクラブの略なんだそうです。 JAL グローバルクラブは JAL グループ便をいつもご利用いただいているお客様へ格別なサービスをお届けする会員組織ですと JAL のホームページにも書いてあります。続きまして、 JGC 修行とはということで、 JGC 修行ってなんか変な名前だなと思われる方も多いと思うんですけれども、先ほどの JGC JAL グローバルクラブの入会条件をクリアするために飛行機に乗りまくることということなんですね。で、中には旅行や仕事でもないのに飛行機に乗ったり、金銭的体力的に厳しい日程で行ったりする人もいるので、それで修行と言われるようになったそうです。続きまして、 JGC の入会資格なんですけれども、どうやったら入会できるのかっていうお話なんですが、ぎっしりと書いてありますけれども、簡単に説明しますと条件が2つあるそうなんですね。1つは12ヶ月の間に5万フライオンポイント貯めるか、または50回乗るか、こちらを選べるそうです。私は5万フライオンポイントを貯める方法を選びました。海外旅行に行くときにポイントが 1.5 倍になるアジアやオセアニア路線をなるべく選ぶようにしました。で、エコノミーよりもポイントが貯まるプレミアムエコノミーの席を選びました。本当はビジネスクラスの方がね、もちろんポイントが貯まりやすいんですけれども、予算的に無理だったのでそんな感じで貯めてみました。で、フライオンポイントっていうのはマイルとはまた違うポイントになりまして、乗るたびに貯まるものになります。はい。で、もう一つの条件なんですけれども、指定のカードを持つことなんだそうですね。年会費はかかりますが、これを持つことにより今のところは永続的に JGC の会員でいられるそうです。
続きまして気になる JGC のメリットですね。なんでこんなに大変な修行をしてまで JGC に入りたいのかっていうお話なんですけれども、こんなに特典がいっぱいあるんですね。例えば優先搭乗とか専用カウンターでのチェックインですね。よく皆さん覚えがあると思うんですけれども、チェックインするのに長蛇の列で20分30分待つことってたまにあるじゃないですか。もうあれだけで疲れちゃいますよね。 JGC の専用カウンターがあるので本当にだいぶ時間の短縮になって楽ができるのではないでしょうか。あとやっぱりなんといっても空港ラウンジですよね。空港ラウンジで美味しいお食事やアルコールを無料で楽しめる、ゆったりとした時間を過ごせるっていうことで、本当にもうこのためにラウンジのためだけに JGC に入りたいっていう方も多いのではないかなと思います。まだまだ他にもいろいろ特典がありますので、詳しくは JAL のホームページをご参照ください。それで JAL のステータスなんですけれども、4段階ありまして、一番右側の JMB クリスタルという赤いカードですね、これが一番下になりまして、一番左側黒いやつ JMB ダイヤモンドっていうのが最高位、一番上のステータスになっております。で、右から2番目の青いやつ JMB サファイアになると JGC の入会資格が得られるというわけでございます。で、私はこの JMB サファイアになることができます無事に JGC に入会できてもう大満足だったんです。本当に嬉しくって、もう修行は終了と思ってたんですが、この時にですね、インスタでお世話になっている旅行にとっても詳しい方がいらっしゃるんですが、その方から、せっかくここまで来たんだったらあとプラス3万ポイント頑張って修行をして、で JGC プレミアになった方がいろんなサービス受けられるよっていう風に勧めてもらいまして、思い切ってさらに修行して JGC プレミアになったわけです。続きましてその2、 JGC プレミアとそのメリットということなんですけれども、またまたこんな感じでずらーりと特典が並んでいるわけなんですが、先ほどの JGC と大体似たような内容かなと思いながらも、実はですね、よくよく見ますとそれぞれワンランク上のサービスになっております。例えばチェックインカウンターの場合には、先ほどのチェックインカウンターではなくてファーストクラス用のチェックインカウンターを利用できるようになるんですね。空港によってはないところもあるかと思うんですが、ファーストクラスチェックインカウンターを利用できるのでさらに便利になっております。あとはプライオリティパッケージサービスなんですけれども、これも JGC にもあるんですが、違う色のタグがスーツケースに付けられるんですね。よく到着空港でターンテーブルでガラガラガラってスーツケース回ってくるのを待ってたりするじゃないですか。それで結構ね、これもやっぱり20分30分待たされちゃう時ってあると思うんですけれども、スーツケースが一番最初の方に出てくるんですよ。で、私実際にかなりの数の人が待っている中で本当に一番最初に出てきたことがありまして、あの時は一緒にいた妹がすごく感激したのを覚えています。それ以外にも特典がいろいろあるんですが、全てが JGC よりもワンランク上の内容になっております。空港ラウンジもだいぶ変わってきまして、 JGC だと桜ラウンジを利用できるんですが、 JGC プレミアやダイヤモンドだと桜ラウンジも利用できるし、さらに国際線だとファーストクラスラウンジ、そして国内線ですとダイヤモンドプレミアラウンジを利用できるようになるということで、ここも大きな違いかと思います。空港ラウンジに関しましては、国内海外いろいろ行ってきましたので、実際の動画を後ほどまとめてご紹介したいと思います。それでサービスがこれだけではないんですね。 JAL に乗る以外にもワンワールド系の航空会社に乗る場合でもサービスを受けられるということで、これは JGC の会員も同様なんですけれども、やはりサービスが
さらに上になりまして JGC プレミアの場合にはワンワールドのエメラルドっていう最高位のステータスになりまして素晴らしいサービスを受けられるというわけでございます。ちなみにワンワールドは JAL が加盟しているアライアンスで他にもアメリカン航空やキャセイパシフィック航空マレーシア航空や S7 エアラインズなどいろいろ他にも航空会社が加盟しているアライアンスなんですがこれらの航空会社を利用するときにはこのサービスが受けられるというわけなんです。なので本当にいい思いをさせていただくともうやめられなくなってしまいますよね。なのでどうしても飛行機を選ぶときは JAL やワンワールド系の航空会社を選んでしまうということでこうして JAL 沼ワンワールド沼にはまっていってしまった私でございます。すいません。ジューシー焼きおにぎり、ベニモンパン、ボルシチ風スープと味噌汁。
トレイとかお皿とかめちゃめちゃおしゃれだね。アプリゆず塩ラーメンとザル特製豚骨ラーメン。
て参りました。ザウィング到着しました。いっぱい歩いた。階段を上るとファーストクラスラウンジということでした。黒を基調としていてシックな感じです。ここは俺が払うぜって言ってますけど、無料でございます。私はエッグベネディクト来たのでいただきたいと思います。めちゃめちゃ美味しそう。うわ、広いですね。すごい。これはすごいです。これはもう何時間でもいられる感じ。ホテルの部屋みたい。シワがなくなってます。よかった。ちょっと気になってたので。すっかりお部屋みたいにくつろいでますけど、スリッパ履いて。約束の時間がありますので、これで失礼しようと思います。向こうの奥の方に海が見えます。すごい、すごいです。なんだかよくわからないけど、すごい。すごいです。なんだろうこれ。ホテル？すごい。いやーちょっとこれ、ソファーが波打っちゃってます。大変。いやーなんか調度品も絵も、インテリアもすごすぎます。まあダメだと思いますけど、フットマッサージできるか聞いてみます。ダイニングルーム入ります。2カ所目のラウンジに来ました。ラウンジの名前が覚えられません。ガドガドサラダやってきました。おい、かなりのボリュームだね。焼き加減はミディアムをお願いしました。美味しそう。担々麺いただきます。お、天津はね、小ぶりです。チョコレートアイスクリームです。熟睡です。
その後 JGC プレミアになってよかったこと、時間がちょっとだいぶ長くなってきちゃいましたので巻き巻きでいきたいと思います。はい、よかったこと多すぎて言い切れないんですけど、なんといってもラグジュアリーな空間で美味しい料理を堪能できたことです。お酒を飲める体質だったらもっと楽しめたと思うんですけど残念でなりませんが、まあ、その分たくさん食べさせていただきました。あとなんといっても優先的に入れたり荷物が出てきたりするので時間短縮、それに伴うストレスの軽減ですね。大人旅にとっては体力を奪われないというのは最高の旅の要素かと思います。6、地味に良かったこと。地味に良かったこと何だと思いますか？私は個人的には専用の電話窓口があることだと思いました。この世界的な緊急事態で私も旅行に行かれなくなっちゃいまして、キャンセル対応について事前に電話でいくつか確認したかったんですけど、当然こんな状況なので電話はつながらないと思ってたんですね。でも実際にかけてみたら待ち時間はほぼゼロ、すぐにつながりました。もちろん時間帯にもよると思いますけどね。おまけに今回はすぐ返金対応のお返事もくださいましてありがたかったです。ちなみに他に予約をしていた外資系の航空会社に電話をしたところ、平均の待ち時間は2時間ですというアナウンスが流れまして、30分ぐらいで結局諦めました。で後日また電話してみたんですけど、コロナの影響で日本事務局はしばらくお休みですというアナウンスが流れました。改めて JAL の対応はありがたいなと思いました。7、アップグレードって本当にされるの？よく上級会員になるとアップグレードされやすくなるって聞いたことありませんか？私インスタの旅仲間の皆さんが予約はエコノミーだったのにビジネスクラスになってラッキーだったみたいな情報をよくアップなさってるのを見ていまして、かなり実は期待してたんですね。でも実際は私はゼロでした。はい、いつもゴールデンウィークとかお盆とか混んでる時しか旅行に行かれないのでそのせいかもしれませんけれども、一度もなかったです。ただ一度だけロシアに行くときに S7 航空に乗ったんですが、エコノミーの一番前の足元の広い席にしてくれたことがありました。これ結構別料金がかかるらしいんですけれども、往復ともその席にしてくれたことがありました。あと JAL で沖縄から帰るときに両隣が空いている席にしてくれたことがありました。以上です。8、最終的にどうなの？JGC プレミアになって本当にいい夢を見させていただきました。 JGC 修行はもちろんやる甲斐があるし、旅行が何倍も快適になると思います。さらに余裕があれば JGC プレミア以上をぜひ狙ってみてください。お金も時間もかかりましたけれど素晴らしい体験ができたし、背中を押してくれた方には感謝の気持ちでいっぱいです。私は残念ながら仕事で飛行機に乗る機会が全くありませんので、もう時間的にも金銭的にも JGC プレミア以上は難しいと思います。ましてやファーストクラスに乗ってファーストクラスラウンジを利用するなんていうことはほぼ不可能かと思います。まあそういう意味でもね、いい夢を見させていただいたなと思っています。ちょっと寂しくなってきちゃいましたけど、はい、今こんな状況で予定通り修行できない方がほとんどかと思います。大変な状況かと思いましたけれども、先日有効期限が切れてしまったので、なるべくこの経験を皆さんに早くシェアさせていただきたいなと思いまして、このタイミングで動画を作らせていただきました。最後までご覧くださってありがとうございました。それではまた次回もマーチトラベルの旅動画でお会いしましょう。